ガートランド城に向かったユルシスは英雄として玉座の間に通され、グロスナー王より呪術師マリーンを倒した功績を称えられ、赤のキーエンブレムを授かったということで、まあ、前回はね無事ガートランドのストーリーをクリアすることができて、マユも無事仲間になったんですが、今回はドルワーム王国という、まあ、ドアチャッカ大陸にある2つ目の国を攻略していこうかなと思います。そして前回の動画でとりあえずドルワーム王国までは到着したので、今回その王国の城の中に入っていきたいなと思います。こんにちは。一人前の証を持つ腕利きの冒険者のようですね。王立研究員による実験の準備はようやく終わりましたから通っていいですよと。わかりました。さあ、ドルワーム水晶宮、ここもね結構広い、まあ、城の中結構広い感じになってて、このねエレベーターみたいなやつがあるんだけど、これに乗ることによって4階まで一気に行くことができるんだよね。だから1階2階3階4階って感じで結構広いんで、かなり探索するとなると時間かかっちゃうんで、まあ、とりあえずはまあサクッと行ってね、うん、動画外でとりあえず探索とかしていきたいなと思います。宝箱あんじゃん、こんなところに。何が目的でこんなところに置いたんだよ、宝箱。まあ、悪くはないな。うん、なんか、火事とかで使えそうだから、悪くはないが、まあ、そんないらん。さ、ドルワーム水晶宮上層ってことで、ここ一応ね、なんていうの？天井がない状態になってるんで、ルーラーストーンとかここで使っても、普通にルーラーすることができて、天井に頭をぶつけたりしないような構造になってんだよね。そこは結構便利なんだけど、こんにちは。この扉の向こうは玉座の間だ。しばらくした、ドゥラ委員長の研究発表がここで行われる予定になっている。ドゥラ委員長。なんか前回言ってたね。そなたは旅のものだな。研究発表の前に、王立研究院の3階にある委員長室に行って、ドゥラ殿にお目通りしてくるといい。あ、なるほどね。ドゥラ委員長に先に会わなきゃいけないのか。3階まで階段で降りて、王立研究院に通じる転送装置を使えば委員長室まですぐに行けるぞと。じゃあ今は入れないっぽいね。なるほど。じゃあドゥラ委員長に会いに行くか。え？釣りできんのここ。え？嘘？え？え、釣りできんのここ。まあ今はいいけど。こんなところで釣りできるって、もう完全に飼育された魚だけを勝手に釣っちゃっていいの？そしてね、ここ3階なんだけど、こんな感じで、さっきも言ってたけど、転送装置があるんで、ここから3階の、神からくりで転送することができるっていう、なかなか複雑な構造しているんだよね。で、ここかな確か。こんにちは。ここは委員長室。ドゥラ委員長は今部屋にいらっしゃるから、あまり想像しくしないでくれよ。想像しくしちゃおうかな。こんにちは、ドゥラ委員長。おいおいおい、ドゥラ委員長いんだろ、ここに。おい、ドゥラ委員長に何か用か？だが委員長は、お、来た。ドゥラ委員長、もうお出かけですか？ああ、私の研究成果を見てもらい、ブラード国王にも早く安心していただきたいからね。では、行ってくる。なんか研究ができたみたいな話はしていたよね。うん。あれでラミザ王子と同じ16歳とは、全く大した若者だ。ラミザ王子を知らんのよ。急にラミザ王子とか言われても。こんな旅人に言わないでください、そんな知らない人の名前。ドゥラ委員長はラミザ王子と同じ16歳とは全く大した若者だ。ああ、ご覧の通り、ドゥラ委員長は国王様に会うため、玉座の間に向かわれた。そなたも委員長の研究成果を見てくるといい。なんか、この感じ、王子が馬鹿にされてる感じあるけど。王子バカにされすぎじゃない？なんか、まだラグアスだってそうだったもんな。ラグアス会話できないんかい。今の話聞いて、僕と一緒だみたいな。急に卑屈な感じになったりしない？じゃ、これで入れるようになってるかな、玉座の間。この扉向こうは玉座の間だ。そなたもドゥラ委員長の研究発表を見に来たようだな。よかろう、中に入るがいい。ああ、なるほど。研究発表をみんなに見せてるって感じか。じゃあ、お披露目会的な感じなのね。やってんね。待ってやったぞ、ドゥラ。今にも失われそうな太陽の石の輝きを取り戻すことができるとは本当なのか？太陽の石？はい、ウラード国王、まずはこちらをご覧ください。お、それはまさか太陽の石か？さようでございます。
なんかようわからんけど、吸収されちゃった。どうやって太陽の石を手に入れたのじゃ。数十年も前に掘り尽くされ、枯渇したと言われる幻の石なのじゃぞ。作り出したのでございます、国王。作った、じゃと？そんなことできるはずが。それが研究の内容ってことか。太陽の石を作り出す研究ってことね。では今から実際に太陽の石を作ってみせます。そんな簡単に作れんの？材料とか必要ないのかな。あ、その黒い石は。なんかヤバそうなことしてる。なんかヤバそうなことしてる。はい、悪しき正気の塊、魔晶石でございます。出た魔晶石。ですが、この魔法布の上に置き、直接触れねば何の心配もございません。なるほど、魔晶石ってあれだよね、グレンの王様が乗っ取られちゃったりしたやつ。あと前回なんかマリーンがこの石さえあれば自分パワーアップできますぜみたいなこと言ってたやつ。では始めます。なんか怖いことしてる。おお。まさか魔晶石を太陽の石に変えたというのか。まあでも確かに直接触れてるから、着色しただけですとかでもないんだろうね。魔晶石と太陽の石、陰と陽の違いはありますが、どちらも強い力を秘めた石。そういうレベルな、陰と陽って。私の長い研究の末たどり着いたのです。魔晶石は力の向きを変えると太陽の石に生まれ変わるという事実に。へえ。素晴らしい。よくやったドゥラよ。そなたの情熱がついに実を結んだのじゃな。でも大丈夫？魔晶石なんか使っちゃってるけど。お褒めに預かり光栄でございます。しかしまだ安心はできません。この国を支える頭上の太陽の石が太古の輝きを取り戻すためには多くの魔晶石が必要なのです。なるほど。では早速魔晶石を集めさせよう。魔晶石集めるって怖いな。そのフレーズめちゃめちゃ怖くないか。てか集める人の身も危なくない？結構。聞いた通りだ皆の者。これより魔晶石を集めてきた者にはその量に応じて褒美を与える。褒美ってキーエンブレムももらえるんですか、ウルアード国王？ふぅ。めちゃめちゃやる気満々。魔晶石はこの国の東にあるカルサドラ火山で多く取れます。現地にいる研究員の指示に従ってください。なるほど。すごい行くじゃんみんな。全員満場一致でここにいた人。ホルワームを救うのはこの私だ。頑張ってください。ほう。あ、そして今一瞬見えた、めちゃめちゃルンルン、この子が王子かな。さっき言ってた同じ16歳って言われていた。うん。で後ろに見覚えのあるやつがいんな。めちゃめちゃ見覚えのあるやつが。いやーでもさ、そうだよね、今回さダストンが仲間になってるからちょっと話変わったりすんのかな。話変わるというか話に介入してきたり。魔晶石ってやつを大量に集めてきたらそれだけ注目を浴びるってわけね。これは使えるかも。お、人間いんね。人間がいるじゃん。人間あんまいないもんね、ドラゴンクエスト10って。でも人間、このアストルティアにいる人間ってろくなやついないんだよな。マリーンといいさ、大臣といいさ、第二の国であった人間全員悪いやつだったんだけど。大丈夫っすか？あ、いや大丈夫か。ガートランド大臣はめっちゃいい人だと思う。メギストールさんめっちゃ悪いやつだったけど。イット、なかなかいい目をしてるじゃない。名前は？なんか目褒められがちだけど逆に目がいいとこないのかな。なんか目ばっか褒められてない？目褒められるか、ダストには目けなされたけど基本みんなに目の話されるんだけど、そんな特徴的な目してるかな。気に入ったわ。ちょうど人手の欲しいところだったし、あなた
このルナナ様の下僕になりなさい。なんで下僕になんなきゃいけないんだよ、いきなり。私の夢は世界一の名声を手に入れること。はあ、このドルワームで活躍をして私の名を世界中に轟かせるのよ。ご自由にどうぞ、ご自由にどうぞ。僕はそれよりキーエンブレムが欲しいんですけど。それじゃあ早速命令するわ。あなたは今すぐ私の下僕として東のカルサドラ火山へ同行するのよ。もう怖いよ、何も言ってないのに。下僕になりますとも言ってないのに。何をしにですって？決まってるじゃない。それは決まってるな。大量の魔晶石をゲットしてくるのよ。それは単純にバカだったわ。命令に背いたら痛い目を見るからね。怖すぎるって。恐ろしいよ、警察に通報しよう。お、ルナナパーティーに加わるんだ。はえー、無理やりパーティーに加わった。まあ、このルナナというキャラクターは、おそらくね、僕、あんまりね、覚えてないんだけど、多分、このドアチャッカ大陸でストーリー始めたら、一番最初に出会うキャラクターだった気がする。っていうのも、まあ、出身地のクエストがあって、それやった時にルナナの話出てきたから、多分そうだと思う。違ったらごめん。まあただここで会うのは初見だけど。はあ、勝手に下僕にされて、それでのこのこついていく僕も僕だよ、ユルシス。お前もなんで何も言わずについていくんだよ、みんな怖いでしょ、なんでこの人についてってんのみたいな。マイユとかヒューザとか思ってるよ。魔晶石よ、あんなことができるなんて。あ、もうそこね、確かにそこもすごいけど。おいおい、なんだこいつ、勝手にパーティーに入ってきやがったぜ。あ、そういう判定なんだ。僕がついてってるんじゃなくて、なんか勝手にあっち側がついてきてるんだね。なんか後ろにいた二人の下僕に関してもそうなのかな。魔晶石の力の向きを変えて太陽の石にするなんて大発見ですよ、ドゥラインチョ。すごい方だ。太陽の石ってこの世界ではどういう役割なんだろうね。なんか太陽の石ってドラゴンクエストシリーズだとたまに出てきたりするけど。いきなり下僕になれて、このお姉さんなんか怖い。フーラ、それがまともな感覚だ。何ですかあんた、わしを差し置いて元ボツコン2号下僕呼ばわりとは。ダストンさん、え、何、あんたみたいなおっさんよりこのルナナ様の下僕の方がいいに決まってるでしょ。ダストンの方が全然いいです。モキー、ダストンの方が全然いいよ。ダストン怒ってくれ、もっと。ダストン、あなたの方がまだマシです。ドゥラ殿の研究発表には驚かされたぞ。まさかあの正気の塊魔晶石から太陽の石を作り出すとは。そもそも太陽の石ってさ、なんか数十年前に枯れ果てたとか言ってたけどさ、数十年前まで枯れ果ててなかったの？そんな簡単に手に入るものだったの？太陽の石ってなんか石油みたいな感じで、もうなくなっちゃったから今使えないけど、昔はたくさんありましたみたいな、そんな感じな。とにかくこれでドルワームも安泰だ。さ、そなたも魔晶石集めを手伝ってくれ。でかい魔晶石ほど多く褒美を取らせるぞ。マレカ、たくさん魔晶石があればあるほど太陽の石もたくさん作れるからってことか。他のものは皆、カルサロア火山に向かったようだな。と、了解です。おい、ルナーな、ちなみにルナーなんかレベル40くらいあったけど強くね。あ、ラミザ王子。チリ、チリいるね。そうだよ、チリここにいるわけなんだよね。言ってたよね、確か。なんかドルワーム王国で研究員をやってるみたいな話を。ドゥラ君すごかったよね、父上もあんなに喜んでさ。どうして僕はダメなのかな。僕は捨てられた兄弟の分まで頑張らないといけないのに。ああ、言ってたね。そういえばなんか兄弟が生まれちゃった場合は一人捨てなきゃいけないみたいなしきたりというか、まあ、権力争いが起こってしまうから片方は捨てなければならないっていう、そういう決まりがこのドルアム王国にはあるっていう話をこの間ラグアスが言っていたのを聞いたけど。ラミザ王子。ああ、かわいそうにラミザ王子。やっぱりみんな、まあ、ポンコツって言ったらあれだけど、あまり期待されてないみたいな感じになっちゃってんのかな。チリー。おい、ちょっと、ダストン、チリーいたぞ。なぜお前は気づかない。まあ、気づかないか。だって、ポイクリンがチリーだってことに気づかないくらいだもん。いや、でもね、ダストンがいるから、チリーと出会った時に何か話の会話弾むんじゃないかみたいな、そういう感じで思ってるんだけど、どうなんだろう。
いやルナナ強えな。 HP350 の MP176 ちゃんと強いんだよな。ルナナなんかマイユに比べて強すぎん。マイユ加入した時レベル30だったんだけど、そんな違うってやっぱりさ、なんかあれか、1回目に行った順みたいな。あ、でも1回目に行った順だったら3番目か、ここ。まあ一応、でもラグアス35だもんな。別にそういうわけではないのかな。まあとりあえずじゃあ、カルサドラ火山に行くように言われていたわけだけど、まあカルサドラ火山は確か、ここにあるはず。ここの、そうだよね、右下にあるんで、とりあえずオアシスまで行こうか。よし、ゴブル砂漠東。で、そうだね、カルサドラ火山に向かうと言われたんで、とりあえず向かっていくけど、魔晶石ってそんなにいっぱいあんの？怖くない？なんか、カルサドラ火山ってあんま行っちゃいけない場所になってる気がするんだけど、そんな簡単にいたら、あ、待って。あれ、まあ、ここら辺の敵よりはカルサドラ火山で普通に戦えばいいか。ねえ、ルナナの戦い方とか見てみたいんだよな。ルナナ、あいつ。そう、オンラインやってたかはわかるけど、なんか一緒に戦ってくれる気すらしないんだけど、本当に大丈夫か？あ、いやー、たんまり掘ったな。これだけありゃ、一体どれくらい褒美がもらえるのか。だーはははは、笑いが止まらねー。やべえやつしかいねえよ。笑いが止まらねえってなかなか言わんもん。魔晶石そんだけでいけんの？あなたも魔晶石を掘りにいらっしゃったんですか？そうです。もう使えない下僕ね。もうこんなに先を越されてるじゃない。はい。わからんよ、まだ全然。ここね、魔晶石が取れるっていう洞窟は。そんな魔晶石も貴重なもんなの？はい。でも随分掘られてしまった後ですし、かなり奥まで行かないと取れないかと。まあそもそも出遅れたのって、もうルナナとね、のんきに会話してる時点でって感じするけどね。あそこでさ、あなた下僕になりなさいって、そうこうしているうちに取られてんのよっていう、お前のせいだそれで言ったら。ジャーターよ、誰も見たことがないくらいでかい魔晶石を掘り出してみせるわ。わかりました。それでは皆さん、この布をお受け取りください。どうも。魔法布、これなんかあれだよね、魔晶石のなんか呪いにかからないみたいな、これ越しで触れば大丈夫ですみたいなことを言ってたよね、ドゥラ院長は。それは王立研究院で開発された魔法布です。うん。魔晶石に直接触れるのは危険ですから、必ずその布越しに持ってください。そうだね、布越しに触らないとグレンの王様だったりメギストレスの王様みたいな感じになっちゃうと。さあ奥へ行くわよ。このルナナ様の神がかった運の良さを見せつけてあげるわ。ご自由にどうぞ。ご勝手にしてください。ルナナはいんの？あ、まだいるね。じゃあちょっとルナナの戦い方も見てみたいけど。はいはいはい、持ち去られてしまったから、もう奥まで行かないとないからお気をつけくださいといった感じか。 OK。 じゃあちょっとルナナの戦い見てみたいな。ルナナどうだ、ブーメランとか使う感じかな。ブーメランかムチ使いそう。あ、ムチかなこの感じは。ド S 系な感じするもんね。ちょっとまずキラートーチ攻撃します。ルナナどんくらいで攻撃してくるかな。はい、63で普通に攻撃。さあそろそろ来るか。来た、ジバリ打ち。おお、まあ、まあまあまあ、加入したてのマイユよりは強い。失礼だけど、加入したてのマイユは本当に聖剣好き1ダメージみたいな感じだったから、まあそれよりかは全然強いけど、まあ適当にじゃあここら辺はやっちゃいますか。ちなみにザキって聞くのかな。ちなみに、まあ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 聞かないよね、なかなか。なかなか聞くもんじゃないよな。痛すぎる、やば、普通に強。氷結乱撃とか効くんじゃないかなって思ったけど、まあ普通でした。あ、氷結乱撃使うと氷耐性下がるんだ。あー、それ結構いいね。一応あのヒューザのフリーズブレードも氷だったから、結構そこは効くんだよね。それはなかなかいいけど、まあヒャドとか覚えてないから、まあ呪文系では別に関係ないが、まあそこそこ嬉しい効果だね。それは相性的にも結構いいし。オッケー、さ、こんなものね、こんなものね、経験値は？おお、
1900! すごいぞこれは。ここすごい。めちゃめちゃ経験値稼ぎできる。まあ、経験値稼ぎなんて、レベルアップなんてする予定そんなないけど、待って、ここは、あ、いないか。なんか、ドラゴンクエスト10オンラインだとここら辺に人がいるはずなんだけど、その人もいないですと。じゃあまあ、あ、ベビーサラマンダとか強いんじゃないのこれ。ねえ。ああ、しかもこれはあれか。あれね。あの、ベビルね。はいはいはい。そうだな。でもここら辺ね、今使っちゃうともったいないんで、まあ、フリーズブレードでやっちゃいますか。素晴らしい。今、凍らせる率がめちゃめちゃ高くて、普通に強いんだよな。あ、ありがとう。ルナナ優しい。条約層を使う優しさを持っていたとは思わなかった。ルナナ、そんな人の心を気遣えるなんて、そんな心を持ち合わせていたなんて、ちょっと見直したかもしれん、ルナナのこと。お前にそんな心遣いがあったなんて、思ってもいなかったよ。相手にもならないね。さあ、これまた経験値、素晴らしい経験値。いいね。まあ、許しさそんななんだけど、まあ、仲間たちは結構スキルポイントも溜まりやすいから、なんか HP40 上がったみたいなこと言ってなかった？すご。で、フーラも8ポイントでかいね、これは。フーラなんか新しいの覚えられるかな？あ、そうだ。これで、MP 取れる。で、やって、やりたかったことできる。で、ここで、奥義を捨てることによって、左下から攻めることができると、これはやりたかったのよ。風乗りスキルで左取っておこうか。魔力の風。で、また左上の方を取れば、ここ取れるんで、まあ、ここが微妙だったら、ちょっと、まあ、ここから先取るのはやめてもいい。まあ、右側取ってこっち側取るっていうのもありだけど、まあ、まず一旦ね、パネルを見ていくって感じで行こうかな。やばくね。やばくね。やばいやばいやばい。逃げなきゃ。殺される。あっぶね。怖。何この人たち。大丈夫？ああ、よかったよかった。そうだよね。ザオとかザオラウとか覚えてるから、一応、なんとかなるけど、やば、強すぎ。で、待って、今回行くのは、溶岩炉だから、こっちかな？カルサロア大空洞って場所はまた別で、こっちに行くということで、よき？あ、そうだね、それっぽいね。じゃあ行きますか。ここら辺の敵正直強いから、ボス戦もなかなか苦戦することになりそうだな。あんまり一筋縄じゃいかなさそうな雰囲気があるね。じゃあ行きますかね。満タンにも今したんで MP だけ回復しようかな。よし、じゃあ行きますかね。この先に魔晶石があるのかな、おっきめの。お、なんかキモいベビーサラマンダがいるんだけど。なんかキモい。大丈夫？体調悪そう。え？そんな静かにバトル始まることある？静かに始まったね。そして魔晶ウを。いたねえ、こんなやつ。魔晶ウを。魔晶に侵されてしまった、まあ、ベビーサラマンダみたいな。まあ、そういう感じでいいのかな、考え方としては。じゃあ、まあ、今回雑魚戦じゃないんで入れ替えたいんだけど、戦うメンバーとしてはそうだな。まあ、マイは新しく加入したんで使いたい。まあ、フーラは安定してる。まあ、いやでもどうしようかな。まあでも、フーラ使いたいから、ヒューザをダストンに変えてこんな感じでいこうかな。いや、待てよ。ユルシスいらなくね。これでいこう。まあ、ラグアスは、おいおい考えるって感じでいこうかな。サボんじゃねえ。じゃあ行くか。スーパーハイテンションになった。さあ、これ強いね。まずは一気に行きますか。全身全霊切り一発目。行くぜ。覚悟しろ。かっこいいぜ。1069。これ強すぎ。で、そうだな、まあ、ダストンがね、いろいろできることが多すぎて逆に何をするべきか、最善策がわからない状態になってんだけど、とりあえず、遊びます。とりあえず、遊びます。それだけはやめてほしかった。そのダジャレだけは本当に何も起きないからやめてほしかった。なぎ払いをするか、どうしよっかな、難しいな。貯める使って、まあ、テンション上げて、いい感じにやるみたいなこともできるけど、まあ、乱撃使うか。とりあえず、一体潰すことを、まあ、最重要事項に置けば、まあ、ある程度できるんじゃないかなと。で、
ここもね難しいとこで、まあ、キラキラポーンかな、とりあえずはそっから考えよっか。キラキラポーンやって余裕があったらなんかするみたいな感じで、まずはヒューザにピラピラポーン、まあ、ヒューザも必殺技使ってくれてるんで動けなくなってほしくない。あいあいあい、そうなるよね、そうなることはもう予想していた完全に。まあ魔性魚っていうくらいだから呪いとか毒とかそこら辺なんじゃないかなっていうのはもう予想通り。おあ、いいね、悪くない悪くない。で全身全霊斬り2発目といこう。行くぜ、覚悟しろ。全身全霊斬り、素晴らしい。さあダメージは1074、いいダメージだ。あ、弱いんじゃないの君、君弱いんじゃないの。ちょっと待ってよ、君さすがにそれは弱いって。はっ、あー、うーん、どうしようかな。ちょっとそうだな、まあ、ルカなんとかしてもしょうがないけど、まあ、ボミエとか、あ、ピオリムでいいじゃん。これで素早さ上げればある程度戦いやすくもなると思う。んでそうだな、まあ、氷結断撃で連撃しておいてさらにダメージを与えていく。でまあここはキラキラポーン安定で行かせていただこうかな。フーラにキラキラポーンで状態上にかからなくなる。そしてまあルナナはもうどうでもいいんで戦ってもらって、はい、これはあーちょっと痛いけど、まあハッスルダンスでは大丈夫。ホップのヒューザがやられると思って危なかった、怖かった。でオッケー、ビッグ、待てよ、これ悩むな。最後の締めでビッグワン使いたいから、その時に魔性王が生きていてほしいんだよね。最後全体で決めたい。だからちょっと氷結乱撃はあえて魔性王にやらない形でいこうかな。うん、で、あ、これガラクタハンターいいんじゃないの。ちょっと待てよ、あ、違う違う違う、待って、ハッスルダンスやんなきゃ。ここハッスルダンスね、安定で。はい、ハッスルハッスルハッスルです。オッケーオッケーオッケー、安定してるね、ハッスルダンスで。まあ、氷結乱撃をこっちに使うっていうのがいいのかな。あ、でよく考えたら相手マヌーサになってる。あ、これスパークショットのおかげか。あ、ルナーナやるじゃん。ちょっとごめん、君あんま活躍しないと思っていたけど全然強いかもしんないで。いやー、これね、まあ、キラキラポーンかな。そうは言っても、うん、キラキラプーン使っていく。まあ、聖女の風使う必要性はなさそう正直。何 HP はそんな半分削られるってほどの差はないから、まあ、そこは大丈夫だと思うんだよね。でキラキラポーンのおかげで大丈夫、それはちょっと痛い。ただこれで次切れると思うのね。この左上見て、なんかウルトラマンみたいな感じで点滅してるから、おそらく次で切れますよって証だと思うのよ。だからここで僕はビッグバンを使う。これがビッグバンの使い方だと僕は思ってる。最高、締めのビッグバンで、いいダメージを、あれやられないんかい、やられないんかい。ただここでガラクタ単体攻、あ、そっか、単体攻撃か。いや、じゃあやめておこう。だったらハッスルダンス行こうか。ハッスルですよ。はい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 。いやー、でもヒューザの HP がちょっと怖いけど、ここは氷結乱撃で決めておきたい。頼むぞ。いや、決まらないか。いや、全身全霊ギルで確実に行った方が良かったか。どうだろうね。まあ、ここはでももうキラキラする必要性もないか。ちょっと確実にベホイミ使っておいてもいいかもしんないな。うん、怖いからここは安定を取ります。んで、まあ、魔性王の攻撃じゃさすがにやられないと思う。ジバリ打ちいいね、ナイスナイス。で魔性粘液なんだそれ。いや、あ、なんだなんだ、何が起きた今。なんかようわからんけど、あ、ステータスが上がったのか。魔性を体につけて体勢を上げたみたいな、なんかそんな感じかな、よくわかんないけど。じゃあフリーズブレードで氷耐性が下がっていくか結構効くはずで、そうだな、ここ難しいね。ダスト何するべきか。まあ、もう一回ピオリムかけて素早さ完全まで上げとくか。 OK。 んで、マイユはもう氷結乱撃連打、これでよし、いいね。まあ、氷結乱撃弱いと思ったけど、まあ、言ってでも120だから渾身切りと一緒と考えたら、まあ、そこまで弱くはないかな。でキラキラポーンをマイユにかけると、オッケー、いいぞ、安定している。さあこれでルナダは条約層、
いや全然大丈夫です、ありがとうございます。で幻惑が解けた、猛毒の木大丈夫、すでにみんなキラキラポンにかかっているから毒さえ切れればもうこれ以上重ねがけされることはないはず。でそうだな、渾身、いや闘魂打ち使ってクーラにティンクルバトン使ってもらおう、それが一番いいと思う。でダストはガラクタハンターで一回魔性魚の行動封じます。よこすですよ、ガラクタハンターですよ、動けなくしますよ、からの僕は氷結乱撃、いや待て、ツッコミじゃないか、毒だから関係ないね。じゃあもう氷結乱撃で、待てよ、マイユの必殺技ってなんだ、マイユの必殺技使わせるのもありか。でティンクルバトンをマイユに使ってみる。ちょっとこれでマイユの必殺技がクソしょうもなかった、もうどうしようもないけど75になる、どうだろう。あ、思い出した、え、マイユの必殺技って私の覚えたっけ、まだ取れてないっけ、ちょっと覚えてないけど、取れたんだったらそれ使えるね。じゃあ闘魂打ちをまた使わせていただいて、ちょっとずつダメージを蓄積していこう。そしてちょっと HP が減ってきてるか、ハッスルダンスで回復しよう。さあ、OK、ハッスルダンス。さあこれでマイユが、あーでも待って、闘魂一括マイターン使えたら結構強いんじゃね。そうだね、これ貯めよう。で次から使えるから、マイターン相手の行動封じれるんだとすれば、その仮説が合っていれば結構使える気がする。さあティンクルバトン、さあこれでさらにテンションを上げてあげよう。えい、50までアップで、まあ条約層でいいね。まあルナナの条約層も非常にありがたい。でボディープレスは大丈夫、キラキラポンかかってるから動けなくなることも絶対ない。で闘魂打ち使っていく。でそうだな、まあ、ダストンはハッスルダンス行こう。もうダストンハッスルダンスするんだったらもうラグアスでよくねみたいな感じしてきたけど。でそうだね、今スーパーハイテンションだから、この一括を使うことによってひるませる。は？え？話が違うんですけど、マイさん、マイさん、ちょっと話が違うんですけど、え？それ聞かなかったらもう使った意味が何もないんですけど、ちょっとどういうことですか。とりあえずそうだな、入れ替えるで、もうダストンラグアスでいいやだったら。で、まあそうだね、魔力の風も使う必要性ないから、もう安らぎで絶対的に回復しよう。これで完全回復していく。でまあルナナは自張り打ちをしてもらって、まあそうだな、じゃあ当初の予定通りヒューザさんのテンションを貯めて、全身全霊切りを打ってもらえますかね。さあこれで144で、まあわかんない、もしかしたら1回くらいいけるかもしれない。さっきのは運が悪かっただけというわけでもなく、そんなこともなく、そうですね、キラキラポンをじゃあラグアス王子にかけるといたしましょうかね。はいはいはい、これでとりあえずキラキラポンはかかりましたけども、非常にまずいですねこれは。癒しの調べ、まあ、毒はもうほぼかかってないようなもんなんで関係ないんで、まあ、天使の守りを安定でかける、もしくは、まあ、スクルトかな、スクルト安定で強い気がする。やっぱスクルトよな結局持つべきものは。結局最終的にでキラキラポーンが切れた。まあここはもう、待てよ、まだ闘魂打ちでいきましょう。闘魂打ちで、テンションがマックスまで上がる、村井さんになっていく。でからの、マイユ本当に頼むぞ、1回くらい、1回くらいな、なあそんな毎回毎回。まあキラキラポンヒューザにかけて、まあこれで安定進行でしょ。でまあそうね、ルナナは条約層で回復してくれる、ありがとう。そしてラグアス王子は、まあそうね、ここはもうもう一回スクート使うのが安定かな。まあ、バーハフバーハあたり使ってもいいけど、まあとりあえずはね防御力上げていった方がいいのではないかなという。そして猛毒の木大丈夫だ、キラキラポンかかってるからルナナ以外はかからない、ルナナもどうでもいいです。でもうルナナに対して当たり強すぎるけど、でからの全身全霊切りを魔性魚に使っていく。
さあこれでまたもう一発1017点ダメージを与えていくからの、まあマイユは、ひょっきつ乱撃でも使ってくれや、頼むぜ。 OK ナイス。でまあそうだな、フーラはキラキラポーンを自分にかけよう。やっぱキラキラポーンのターン数が上がったことによってだいぶねフーラに余裕ができた。7ターンくらいだってかかってるからなんとでもなるんだよね。で、条約層をルナナが自分に使う。まあそうね、これフバーハって使えるっけ。フバーハまだ使えないのか。だったらここはもう一旦、まあそうだな、まあベホマラーかな、とりあえずは。うん、行こう。これでベホマラーで全員回復、強すぎHP 回復力がやっぱ強いな、桁違いで。で全身伝令切りを魔将に使っていく。1059点ダメージ、ナイス。で氷結乱撃使って、もうこれ次の全身伝令でいけるんじゃね。まあそうね、天使の守り使っとく、自分に祝福を。かわいい。でボディープレスは何のその聞きません。まあボディープレスだったあれか、ワンパンされちゃっても大丈夫って感じになるのかな。で終わりにしよう、全身全霊斬り。これで終わり。きたー、全身全霊斬りでとどめ、魔性魚たちをやっつけた。5000か、まあそんなでもないね、やっぱり。マユは、あ、スキル5ポイントいいね。もっと強くなるわ。まあ、マユのスキ、おお、ラグ朝8はでかい。もっともっと頑張ります。頑張ります。いや、もうほんとラグ朝可愛すぎる。バーキーもありがとう。で、ダストンも6ポイントの経験値。まあ、ダストン今ね、ちょっと、どういう風に振るべきか悩んでんだよね。きめえ。模様がきめえ。この辺りはまだ誰も掘ってないみたいだし、でかい魔晶石が期待できそうね。さあムチェ、ブチャ、あなたたちの出番よ。さっさと掘ってちょうだい。自分で掘れや。へい初めて喋ったと思ったヘイだけ。どっちがムチェでどっちがブチャなんだ。感じるわ、魔晶石の気配をひしひしとね。でもあの赤髪の方はさ、多分僕の中では有能なんじゃないか説があるんだよね。僕の中で彼は実は有能なやつなんだけど、ルナナのせいでその才能が押し殺されているんではないかっていう、才能の無駄遣いをしているんじゃないかなっていう予測ができているんだよ僕の中で。出るわ、でかい魔晶石が出るわよ。だからルナナが解放しやらないとって。なんか変なものが。ん？変なもの？魔晶石じゃないの？何よこれ？お札？ずいぶん古臭い封印ね。しかも溶けかけちゃってるじゃないの。封印って大体そうだろ。わかったわ。古臭くない封印なんてあんの？ああ、見て、巨大な魔晶石よ。私の思った通り、このお札でこいつを封していたんだわ。あ、まあまあまあ、今太陽の石にできるんだったらいいのか。封印を解いちまったりしていいんですかい、ルナナ様。多分ダメだと思います。多分ね。ふっ、何をおじけづいてるのよ。そのために魔法布があるんでしょ。さっさと掘り出してちょうだい。おお、かわいそうムチェ。でも彼らはこれが本望なんだろうな。相手は疲れるわ。採掘の腕前がなかったらとっくにクビにしているところよ。これは想像以上ですぜ。おお、でけえ。いやー、やればできるじゃないのあなたたち。あいつは大丈夫？素手で魔晶石触ってっけど。やったな、みたいな。可愛いな、お前ら、本当に。それを持って、ドルワームに戻るわよ。ルナナの下僕たちは可愛いんだよな。こいつはめちゃめちゃ。もうすごい。ほら、この歩き方も、必死に歩いて持ち運んで。可愛い奴らなんだよ。ああ、あなたにも。
魔物を掃除してくれたご褒美をあげないといけないわね。褒美はそんないらないんだよな、実際問題。はい、これがご褒美よ。は？お前だけは絶対に許さないと思ってたんだ。さよなら。言わなかったけど、お前だけは絶対に許さないって動画のタイトルにもオンラインの時書いたんだよ。ルナなんか勝手にパーティーが外れた、自分が勝手に入ってきやがって、くそ許せねえ。あんなでかいやつせっかくゲットしたのに、小さな魔晶石のかけらを持って魔法布で包んだ。悲しい。500ゴールドくらいしかもらえないのかな、これって。キーエンブレムもらえないのかな。お、許せねえよな。おいおい、こんな勝手に抜けちまったぜ。なんなんだあれや。なんなんだあれやで、本当に。ルナナさんって、まるで嵐のような人ね。私たちもドルワームに戻りましょう。いいの、みんなはそれで。なんか魔晶石せっかくね、回収しようと思っていたのに全部捕らえて。あの魔晶石お札、魔晶石お札で封印されていたみたいですが、本当に持ち帰ってよかったのでしょうか。まあ、責任はあいつらが取ってくれよ、きっと。私たちが魔物を倒したのに、こんなちっちゃい石の一つだなんて、ひどすぎ。本当だよな。やっぱフーラとは気が合うわ。わかるわかる。他のみんなちょっと、大人すぎるよ。精神が、ヒューザ・マユ・ラガス。精神が大人すぎるよ。ふん、物の価値をわからない人ですね。あんなものをありがたがるなんて。まあちょっとわかんねえな、これに関しては。魔晶石、魔晶石ってガラクタ扱いわかんねえ。ダストン的にこれどっちなんだろう。まあ、ダストンの今の言い分的には多分ガラクタではなく有能なものっていう扱いなんだろうけど。いやー、やっぱフーラが一番人間味があって好きだな。ん？どこからか物悲しい音楽が聞こえてくる。なんだ、誰だ。あ、おめえか。昔の物語、王家に生まれた双子の子、王位を争い国を滅ぼす。ちゃんと歌ってくれてる、嬉しい。これちょっと、時は流れて歴史は巡り、またも生まれた災いの双子、三つの星を手にした運命の子。ああ、これあれか、王家に生まれてしまった双子が捨てられるって話か。そうはいえども、可愛い我が子。誰がこの子を手放せようか、誰がこの子を責められようか。国を選ぶか、我が子を選ぶか。二つに一つ。二つに一つ。星降りの夜に、ルラルルル。なんか急に最後付け足したように歌い出した。さっきまで結構語り部口調だったけど、急に歌うじゃん。二人に一つから。付け足し歌いやめな。全部歌詞、てかない、メロディーに乗せるか乗せないかどっちかでやってくれ。な、その中途半端なやつ。私はこの地で起きたあらゆる出来事を歌にし、後世に伝えていくものです。それはわかってるんですけど。はい。いや、いいです、別に。ちなみにみんなは今の歌どう思ってんだろう。悲しい歌だな。親が子を捨てるなんて、あっちゃならねえ。やっぱヒューザー熱い男だな。まあ、だからやっぱりジュレットの街で猫が捨てられていた時も、親身になってあげたり、装備に優しくしていたりしたのかな。うん、近いものあるもんね。なんだか、含みのある歌ね。昔の話かと思ったら、またも生まれたって。まあ、話からしたらそれこそラグアスが言っていたけど、最近起こった出来事なんじゃないか。あ、でも、最近起こったわけではないのか。あ、でもそうだよ、そうだよ、そうだよ。なんだっけ、ラミザ王子が、なんかそんなこと言ってたよね。あの歌、以前お父さんに聞いた、ドルワーム王国にまつわる伝承は、もしかして、言ってたもんね。そんな、国を選ぶか子供を選ぶかなんて、決められないよ。赤ん坊のうちは泣きわめくだけで何の役にも立たなくて可愛いんですけどね。なんかそれ前も言ってなかった？なんか猫か犬かの赤ん坊の話。なんか最初は役に立たなくていいんですけど大人になっちゃったらみたいな。結局そうじゃねえか。チリも最初のうちは良かったんですが、だんだんとお父さんの役に立ちたいとか、おや不幸なことを言い出して迷惑でしたよ。めっちゃいいやつじゃん、チリ。
おい、ダストンとんでもねえな。なんて、まあ、それでも、ダストンのことを好きでいてくれるチリア、めちゃめちゃ優しいな、そう考えると。ってことで、じゃあそうだな、時間的にちょうどいいんで、ここら辺で終わりますかね。で、次回はじゃあ、あ、そうだ。一応でも、お話だけ聞くか。多分来たよね。うん。あなた、魔晶石をお持ちですね。魔法布と一緒に、回収させていただきます。はい。そうだね、ここでイベントあるの思い出したから、これだけやっちゃおう。魔晶石の包みを渡した。これ来るだろ、あいつら。おっと、これは、なんと稀に見る、ささやかさ。ささやかさで言うな。すみません。そういうことなので、俺もささやかで。ああ、ささやかすぎるだろ。せめて500ゴールド欲しかったわ。さっきまではすごい行列だったんですが、さすがにそろそろ終わりかな。うわ、どうした？邪魔よ。飽きたなルナナ。お前だけは絶対に許さないって決めたんだよ。来たな。あー、恐れちゃってる。あなた、ずいぶん早い到着ね。荷物が増えないように気を使ってあげた私に感謝なさい。まあそれ怖いわな。よく平然と持てんな。王立研究員の人でしょ。さっさと魔晶石を引き取ってよ。は、はい、少々お待ちを。いや、ルナナ高圧的でめっちゃ嫌いだったんだけど、なんか声き、クズばっかりね。声がつくとなんかちょっとなんかね、なんかちょっとまあ悪くね、悪くないだろうみたいな感じになっちゃってんだけど。こっちはこの魔晶石のせいでノロノロとしか歩けなくて疲れてるのに。なんて見事な魔晶石。あ、ドゥラ委員長来た。素晴らしい。これだけの魔晶石があればドルワームは永遠に安泰だ。そんなでかいんだ。あ、でもまあみんな集めてるのってやっぱそういうなんか手のひらサイズ、手のひらサイズとまでは言わないけど、まあ、リュックに入るくらいの大きさなんかな。さあ、この魔晶石を玉座の前へ。早速太陽の石に変えるとしよう。変えられる？なんかでかすぎて無理でしたみたいになんない？本当にありがとう。あなた方のおかげで私の夢が叶う。さあ、私と一緒に来てください。皆さんにキーエンブレムが送られるよう私から国王に進言しましょう。僕は？僕はもらえないんですか？あなたたちってか別に減るもんじゃないでしょう。4人もらおうぜ。だったらなあるなら。キーエンブレムですって？当然よね。私はこの国の英雄なんだから。ルナナ、ルナナ、おい、ルナナ。絶対に許せねえ、あいつ。絶対に暗殺してやる。皆さんが協力してくれたおかげでたくさんの魔晶石が集まりました。そろそろ玉座の間で集めた魔晶石を太陽の石へと変える儀式が始まることでしょう。あなたも玉座の間にお急ぎください。くっそ、いつかあの砂の中に埋めて二度と目覚めない封印してやるわ。ふっ、俺たちがいなかったらあんな大きな魔晶石を持ち帰れなかったってのにな。本当だよな、ヒューザー。結局本当に持ち帰ってきたのね。まあ、途中で置いてくるわけはないだろうけどな。あれほどの魔晶石を本当に太陽の石に変えられるなら世界を救うほどの大発明だと思います。太陽の石って何なん？結局そんななんか太陽の石あるだけで世界を救うほどの大発明になんの？私たちが手伝ったのに感謝しなさいってハンマリーで。本当だよな、フーラー。マジでちょっと二人でボコしに行こうぜ。あんな恥ずかしい目に遭うキーエンブレムをなんでみんな欲しがるんでしょうね。はい、ダストンはいい加減にしてくださいと。ということで、今回はここで終わろうと思います。で、次回はここから続き、まあ、ドゥラ委員長があの魔晶石を太陽の石に変えるところからやっていきましょう。それでは今回はここまで。バイバイ。